フジテレビは18日、19日に放松される、人志松本の酒のつまみになる話、金曜、午後9時58分、の出演者を発表、MC の松本人志に加えて、千鳥、ノブと大悟、ゲストに日本ハムの新庄剛志監督、演歌歌手の徳永ゆうき、コロコロチキチキペッパーズ、ナダル、タレントのベッキーが出演する、番組公式 X、旧ツイッター、では、収録前の楽屋での様子を公開、とゲストの動画をアップ、3回目の出演となる新庄監督については、スタッフが、前回は行き過ぎた下ネタで大部分をカットしました。今回は、ちょっとだけ、でお願いします、と紹介した、インタビューで新庄監督は、テレビで爪痕を残そう、なんて全然意識してない、楽に楽しくやらせてもらってます、と笑顔を見せた、インタビュアーのスタッフが、前回、割と下ネタが、と言いかけると、新庄監督は、多いね、ほぼカット、と思い出し、僕、昔のテレビが大好きで、ぶち壊そうとしてるんですけど、ことごとくカット、笑い、今日は真面目なトークでカットされないように、話を進めていきたいなと思います、と意気込んだ。この様子を見たネットは、新庄剛志監督どんな話をするんかな、使えない下ネタばかり喋ってカットされる BIGBOSS から、真面目な話をする新庄剛志に進化できたのか期待ですね。ゲスト、新庄剛志マジ、新庄剛志出演をお像入りするわけにはいかないんだろうな、と期待していた、ネットの声。番組の取りためって結構あるんだね。レギュラーなら1ヶ月分くらいはストックしてるのかな。そう考えると、いろはに千鳥の1日7本取りって1回の収録ですごいストック作ってるね。www。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。